皆さんどうも、シュメルです。今日のテーマはね、発表されたばかりの iPad Pro 2021年シリーズについてね、まあいろいろ思うことがあるので、その内容をね、話したいなと思います。で、今回の動画は、まあ前半と後半に分けて話したいと思います。で、前半に関してはですね、昨年のこの2020年モデルの第4世代から、まあどのような変化、スペックの変化があるのかっていうのと、まあ私が思うことを付け加えたいのと、あとですね、後半に入ると、私はね、この iPad を動画 が編集機として使っていますので、その観点から見てどう思うのか、まあ、はっきりし言うと、まあ、買う価値はあるのかっていう点でちょっと話したいなと思います。 それじゃあね、昨年のモデルから何が変わったのかっていうことを話していくんですけれども、まあ、11インチモデルと12.9インチモデル共通で進化した点はですね、まあ、私が思うには4つ大きくあったと思って、まず1つ目は M1 チップになっているということですね。まあ、これは皆さん知っていると思いますし、まあ、昨年のモデルまで採用されていた A シリーズから、まあ、MacBook Air とか MacBook Pro で採用されている M1 チップをね、この iPad に、あの、積むことになったので、処理能力っていうのは大幅に、あの、良くなります。 まましたあすでにいいんだけれどもね、でそれがですね、CPU が50%もアップして、さらに GPU のスコアも、まあ、昨年のモデルよりも40%もアップしているので、まあ、処理能力ね、良かったんだけれども、さらに良くなったということですね。で、あとの、ね、3つの点に関しては、まず 5G 対応になったということで、まあ、これはそんなにね、興味がある人は少ないと思います。で、次の点もですね、サンダーボルトにも対応したということで、まあ、この辺もね、転送速度が速くなっていいとは思うんだけれども、まあ、そこまで多くの人にとっては重要じゃないと思います。 で、最後の3、4点目ですね。これもセンターステージという機能が使えるようになって、まあ、これはね、iPad の中に、その超広角フロントカメラを採用することによって、まあ、その、ね、動画撮影が、ちょっと特殊な撮影ができますよというふうになってますけれども、これもあんまり重要ではないかなと思います。で、次はね、12.9インチモデルのみに進化した点なんですけれども、それが2つあって、まず1つ目はね、ディスプレイが、 今回からミニ LED ディスプレイになりましたね。これは実はね、この2020年の昨年のモデルでも採用されるんじゃないかという噂はありましたけれども、まあ、こいつではね、あの、見送られて今年のモデルからということになりましたんで、これでね、ミニ LED になったことによって、まあ、よりね、ディスプレイの、えー、精細さっていうのがあの良くなったと言われていますし、あとですね、これが採用されることによって、今年のね、MacBook Air とか MacBook Pro もミニ LED のディスプレイになるでしょうから、 この辺はね、アップルの企業としてね、全体的にミニ LED が今後主流になっていくんじゃないかなと思います。で、あとはですね、これは進化というべきではない点なんですけれども、昨年の12.9インチのモデルよりも、なんと今年のモデルっていうのはですね、 100ドルも価格アップしたという点なんですよね。まあ、進化じゃないですね。で、これがね、あの、昨年は11インチモデルっていうのは、今年の、えー、モデルも、昨年のモデルも同じ価格なんですよね。799ドルなんだけれども、12.9インチは実はね、今年1099ドルで発売されます。昨年のこいつは999モデル、ドルからあのスタートだったので、明らかにですね、あの、ミニ LED ディスプレイのコストを、まあ、価格に、まあ、上乗せされたということ だとまあ正直思いますね。その分金払えよっていうことですよ。 はい。以上がね、今回の2021年の iPad Pro に関して、まあ私がね、まあ大まかに気になった点をまとめた内容になりまして、まあ自分の思うこともね、少し含めましたけれども、まあ個人的にはね、iPad Pro っていうのは私にとってはですね、iPad Pro のターゲットユーザーに入るんですよね、私自身は。なので、あの、本当に iPad Pro 自体は魅力的な端末ではあると思います。あの、特に仕事を道具として見た場合は、まあこれだけね、パワフルになって、多くのこう、 iPad Pro を使って作業ね、何か生産的な作業をする人にとっては、まあやっぱり未だにね、魅力的な端末の一台にはなってるんじゃないかなとは一応は思います。 それでね、ここからは後半の内容に入っていくんですけれども、今回の2021年の iPad Pro を動画編集機として見てですね、私からしたら、そのマイナーなポイントの目線っていうのはわかるんですけれども、私自身ね、動画編集機として iPad Pro を使っているので、その目線で今回のモデルを見ると、まあどう思うのかっていうことを話すと、もうね、先に結論を言っちゃうと、 もうね、かつてほどのこう魅力的な点っていうのは正直なくなっちゃったんじゃないかなっていうのが、まあ動画編集機として見た上での私の結論にはなっています。ではね、なんでそんな風に思うのかっていうことを解説すると、まあ iPad Pro っていうのはですね、正直動画編集機としては昨年の春まではですね、あのコスパ最強の動画編集機だったと私は本当に思っています。だから私は、まあ、昨年買ったんですね。で、こいつをね、買った上でサクサク動画 編集できて本当にににね私の YouTube 運営にとってはもうなもう肝心なあの位置にあの立ち位置にいるんだけれども当時はですね、やっぱりインテル Mac 時代だったんですよね。あの、M1 チップの Mac がなかったので、当時ですね、こいつ12、3万円ぐらいで買ったと思うんですけれども、あのその当時ですね、インテル MacBook Air はね、十数万円したもので、動画をね、同じような価格でサクサク編集できる MacBook Air があったかといえば、それはね、もうノーなんですよ。でも でも、その情勢っていう状況っていうのもですね、あの M1 チップの搭載の MacBook Air、MacBook Pro が出てきたことによって、もうすべてね、もう激変したんですよね。で、昨年のモデルのですね、あの M1MacBook Air が、えー、最安のものでね、だいたい11万5千円ぐらいで今売られてるんですけれども、税込み価格で。もうね、その MacBook Air で実はね、もう動画編集がサクサク今はもうできてしまうんですよね。で、特に 4K じゃなくて 1080p ぐらいの編集であればですね、 もうかなり軽々こなしてくれるという、もう、あの、そういう検証っていうのがもうなされてるんですよね。なのでね、その M1Mac が登場したことによって、この動画編集機としてのコスパ最強の iPad Pro っていうのが、まあ、そのアドバンテージっていうのがどんどん崩れちゃっていってしまったわけなんですよね。で、加えて今年の2021年版っていうのはですね、20、あの、12.9インチのモデルに関してはね、あの、安くないんですよね。で、こちらね、MacBook Air と比較した表をちょっと作りました。 でね、この表をね、ちょっと見てもらえれば分かりやすいと思うんですが、まあ、iPad Pro と MacBook Air の価格帯っていうのはですね、かなり似通っているんですよね。まあ、例えばですけれども、まあ、14万円ぐらいの予算を組んだとすればですね、iPad Pro であれば 256GB で MacBook Air であればですね、8GB RAM で 512GB の、えー、MacBook Air が買えます。だいたいほとんど同じような価格帯ですね。あ一応これあの、税込み価格になってます。で、もしですね、プラスアルファでお金を 積んで、まあ、16万千円ぐらいの予算を組めばですね iPad Pro であれば512で MacBookAIR であれば 16GB の RAM にしてさらに 512GB の ROM になるのでこの辺もですねほとんど同じような価格帯で売っていますもうむしろですね価格が上がれば上がるほどちょっと iPad Pro の方があの比較的高めの価格にはなってきていると。 かなと正直思いますねでね、どちらもあの M1 チップを積んでいますから、処理能力自体は全く同じですから、正直コスパで言うと、まあ若干ながらもですね、MacBook Air の方がいいんですよね。で、しかも iPad Pro よりもですね、まあ残念ながら Mac の方が汎用性はもううんと高いですから、まあ便利な方を突き詰めれば、iPad Pro よりも MacBook Air の方が正直コスパかなりいいんじゃないかなと思います。なのでね、先ほどの表をもとに今私の 考えをさらに整理すすると、まあ、よっぽどですね iPad Pro じゃなきゃいけない理由を探さないといけないんですよね動画編集する面において。でつまりはですねタッチ操作と、まあ、Apple Pencil の操作というのがどれだけ重要かになってくるんだけれども,もう結論としてはですね動画編集機として の点においてはですね、別にソフトウェアとの相性も考えれば、タッチ操作とかアップルペンシルって、まあ、そこまで重要じゃないんですよね。やっぱり本格的なものになってくると、ファイナルカットプロとか、あとはアドビのプレミアプロとかになってくるので、まあ、どうしてもね、ルマフュージョンで動画編集をしたいということ以外を除けば、まあ、ほとんどね、もう今となっては iPad Pro で動画編集をするっていう魅力っていうのが、 まあ正直なくなってきたんじゃないかなというふうに見ていますまあこういった方がいいのかもしくはあの iPad Pro の私にとっての動画編集機としてのコスパ最強機としては役目は終えたんじゃないかなっていうのがまあ正直ながら私の今回の2021年のモデルを見た上でのまあ動画編集機として見た上ではそういう結論にはなっていますはい以上がね今回の動画の内容になります今回もご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょう